西の球界の名手。創設から約90年、現存するプロ野球球団では読売ジャイアンツに次ぎ2番目に歴史のある球団阪神タイガース。読売新聞を運営母体としている巨人を東の球界の名手とするならば、関西私鉄阪神電鉄を運営母体としている阪神は西の球界の名手と言えるでしょう。阪神電鉄はその名の通り鉄道企業ですが、一昔前の関西には阪神以外にも鉄道企業を母体とする鉄道球団が数多く存在していました。しかしこれらは身売りなどによりすでに姿がありません。なぜ鉄道球団の中で阪神だけはこんなにも長く存続し続けられるのでしょうか。鉄道球団の歴史を追いながら阪神の秘密を解き明かしていきます。鉄道球団の歴史。阪急電鉄。プロ野球界に鉄道企業が初めて参入したのは関西私鉄の一つである阪急電鉄と言われています。1924年、阪急電鉄小林一三社長は日本初のプロ野球球団である日本運動協会が解散したことを知ると、本拠地を現在の宝塚市に移転させて宝塚運動協会として活動を始めました。小林は以前よりプロ野球リーグ構想を持っており、自ら記した職業野球団打診には、沿線に野球場を持つ鉄道企業が球団を保有して春秋でリーグ戦を開催することで鉄道企業は相当の乗客収入と入場料を得ることができると記述されており、プロ野球を通じて鉄道ビジネスの活性化を目論んでいたと思われます。チーム創設以降、東京六大学などと試合は行われていたものの、昭和に入っても新たな参入はなく、不況が深刻化したことで経営が危ぶまれ、5年後の1929年に解散となりました。しかしその後に1934年に巨人、そしてライバル企業である阪神が創設されると、小林は再びプロ野球参入を画策し、翌年に大阪阪急野球協会、後の阪急ブレーブスが創設されました。参入に合わせて兵庫県西宮市に阪急西宮球場の建設も始まります。当時自前で建設していたのは阪急だけだったそうで、小林の本気度がわかります。西宮球場へは阪急線西宮北口駅から直結できるように計画されていましたが、駅周辺の土地の一部が阪神関連の土地で買収ができず、仕方なく少し離れた土地に建設せざるを得なかったそうです。参入からしばらくは低迷する時代が続きますが、西本幸雄氏が監督となった1960年代からは山田久志、福本豊、加藤秀治などが躍動し、強豪チームへと変貌します。西本からバトンを受けた上田俊治氏が指揮を取った1970年代はチームは成熟し、3連覇するなど上昇の名を欲しいままにしますが、球団は赤字経営が続きました。赤字の理由はプロ野球の意義と利益の生み方がプロ野球誕生時と大きく変わっていたからです。プロ野球、特にパリーグは報道で親会社の会社名を記載連呼してもらうことでの広告効果を一番に期待していました。そして球団が赤字となっても親会社からの広告費補填を非課税とする特別ルールがあったことから、球団は利益を生まなくても責任を問われることはなかった時代だったのです。阪急電鉄は阪急ブレーブスを持つことにより地元でのネームバリューの向上と、百貨店や娯楽施設運営、住宅開発といった事業の相乗効果も狙い、沿線住民の利用促進を図ることが最終目的でした。ところが沿線の駅周辺の開発がある程度頭打ちになってくると、いくら広告しても鉄道利用が増えない、新規住宅開発できる土地がない、球団を持つことに意味があるのかといった問題が浮上しました。しかも球団を持つと全国にタダで広告できますが、実際のお客は地元民だけです。その意味ではプロ野球経営は非効率な広告宣伝手法なのです。その点ロッテや日本ハムのような全国で食品を販売する会社は鉄道とは違うでしょうね。1991年のバブル崩壊に伴い、その頃から株主の意向が重要視されてきます。利益を生まない不採算部門への強い反発です。いつも満員の阪神甲子園球場といつもガラガラの西宮球場、
阪急、阪神ともにライバル意識が強く、甲子園に対抗するために西宮球場は建設されたと言われます。さて、赤字は垂れ流しの状況で、球団経営は常に逼迫した状況が続いていましたが、創業者の小林一三は、どんなことがあっても宝塚歌劇とブレーブスは手放すなという言葉を残し、これが社訓となっていました。ですが、当時のオーナー小林康平氏は、祖父にあたる小林一三氏とは血縁はなく、社訓を遵守するというしがらみもなかったこともあり、1988年に突如としてオリエントリースへの身売りが発表されました。ちなみに発表がなされたのは伝説の 10.19 と同日であったため、話題はすべて奪われてしまったそうです。南海電鉄。1938年に南海鉄道を親会社とする南海軍、後の南海ホークスが創設されます。創設当初は南海線中百舌駅を最寄り駅とした中百舌球場を本拠地としていましたが、大人数の収容ができず、またアクセス面も良くなかったこともあり、しばらくは甲子園球場を本拠地として使用していました。しかし1950年に大阪市の難波へ大阪スタジアムを建設しました。南海電鉄本線の難波駅の真ん前にあったため、アクセス性は抜群ではありましたが、難波駅はターミナル駅であり、南海電鉄以外にも国鉄線や近鉄線もつながっているため、乗客収入は分散していたようです。南海ホークスは参入当初から巨人と人気を二分するほどの強豪チームで、2リーグ制に移行してからも、鶴岡和人監督が率いた1950年頃からは、野村克也、広瀬義則、杉山康平などを擁した400フィート打線と、杉浦忠、皆川睦夫ら強力投手陣の活躍で毎年優勝争いをするほどでした。野村が選手兼任監督として1973年にリーグ優勝して以降、チームは低迷。野村が退団した1978年からは B クラスが日本プロ野球最長の20年にもわたり続くこととなります。当然観客動員も伸びるはずもなく、球団創設50年を迎えた1988年にスーパーマーケットの大手ダイエーに身売りすることとなりました。近畿鉄道。近畿鉄道は1944年から1947年までは南海鉄道を合併しており、前述の南海軍を近畿日本軍と名を改め、球団経営に参加します。その後、南海電鉄と分離すると一旦経営からは離れますが、1949年再びプロ野球界へ参入、近鉄パールス、後の大阪近鉄バファローズを設立します。これで関西私鉄では4球団目、南海から10年ほど遅れての参戦となりました。近鉄線の大阪阿部の橋駅を最寄り駅とする藤井寺球場を本拠地としていましたが、ナイター設備がないためデーゲームしか使用できなかったので、試合はほぼ日生球場で行われていました。日生球場は近鉄沿線には置かれておらず、何度も愛知県や三重県などの近鉄沿線への本拠地移転の話が上がりました。近鉄バファローズは創設当初から下位が常連の弱小球団でしたが、1970年代に阪急を退団した西本幸雄が監督に就任すると、チームは戦う集団へと変貌を遂げます。佐々木恭介や栗橋茂などの若手が相次いで台頭し、鈴木啓示を中心とした投手陣もまとまって初優勝を果たします。その後、1997年にその年設立された大阪ドームへ悲願となる本拠地移転を果たしますが、大阪ドームの最寄り駅が近鉄沿線ではないこと、高額な球場使用料などで莫大な赤字経営が続き、2004年にオリックスとの球団合併が成立し、近鉄は55年で歴史に幕を下ろすこととなりました。以上が阪神以外の関西私鉄の末路となります。阪急、南海は身売りにはなりましたが、近鉄は合併という形での最後となったため、ファンには今でも心に傷を負っている方もいるようです。続いては関西以外の鉄道企業です。西日本鉄道。福岡に拠点を持つ西日本鉄道が球団経営に乗り出したのは1943年です。
当時活動していた太陽軍を譲り受ける形で西鉄軍として参入しましたが、戦時中ということで1年で解散しました。戦後に再びプロ野球界への進出を図り、1950年に西鉄クリッパーズ、後の西鉄ライオンズを設立します。福岡市の平和台球場を本拠地としており、付近の道路には西鉄の路面電車が走り、球場入り口前に平和台駅がありました。参入の翌年に巨人の監督を務めていた三原治氏が監督に就任。中西太志、豊田康光、大下博を中心とした流線型打線と、稲尾和久をエースとする投手陣で当時最強だった南海ホークスを圧倒。日本シリーズでも巨人を下すなどして3連覇を達成します。しかし1970年代は黒い霧事件によりチームは大きく弱体化し、経営も悪化します。1972年に球団を身売りし、太平洋クラブライオンズとなりました。東急電鉄、1946年に東京にセネタースが発足しましたが、すぐに経営が悪化、1年限りでの身売りとなり、東京を拠点とする東急電鉄が買収。翌年から球団名を東急フライヤーズと改めました。設立当初は後楽園球場を本拠地としていましたが、1953年からは東急線駒沢駅を最寄り駅とする駒沢野球場を建設、以降はここを本拠地とします。しかし1954年からは子会社だった東映へ経営を移管し、東映フライヤーズと改名。以降東急電鉄は間接的な経営を続けていましたが、1973年に日託グループの買収を受け、東急は経営から離れることとなりました。日本ハムファイターズへと続きます。日本国有鉄道、2リーグ制の開始となる1950年、法律上では国鉄がプロ野球チームの親会社にはなれなかったため、国鉄と関係の深い会社が共同し、国鉄スワローズが誕生しました。本拠地は後楽園球場としていましたが、一時期は武蔵野市の国鉄三鷹駅のそばに東京グリーンパーク野球場を建設し使用していましたが、あまりにひどい環境であったため1年で閉鎖されてしまいます。参入当初から順位は低迷を続け、頼みの綱は400勝投手金田正一だけという有様。1964年に産経新聞とフジテレビに経営を譲渡し、国鉄は撤退、ヤクルトスワローズへと受け継がれていきます。名古屋鉄道、1950年パリーグ7球団中5球団が鉄道球団ということを受け、名鉄はプロ野球への参入を画策していました。しかしすでに名古屋から参入を果たしている中日新聞社からは人気が分散することを恐れ、説得を受けてあえなく断念します。しかしその後1951年に名鉄は中日ドラゴンズの球団経営に参加、球団名も名古屋ドラゴンズと名を改めます。ただし経営は合同で行うのではなく、名鉄と中日新聞が各年交代で経営を行うという形をとっており、この異常な経営は当然続くわけもなく、1953年に名鉄は経営を撤退します。名鉄が参入した1951年からの2年間は阪神も合わせてなんと8球団もの鉄道球団が存在していました。しかし現在鉄道球団は12球団全体では阪神と埼玉西武ライオンズの2球団しかありません。では次に現在でも活動を続ける西武の経営を見ていきます。西武鉄道の球団経営、西武がプロ野球に参入したのは1979年と鉄道企業では最も遅い参入でした。西鉄を買収した後のクラウンライターライオンズは経営に苦しんでおり、西武はそれを買収し西武ライオンズと名前を改めます。本拠地を福岡県から埼玉県所沢市へ移転し、新たに西武ライオンズ球場を建設します。また球場そばにあった狭山湖駅を改修し、西武球場前駅と名を改めました。球場は都心から離れており、観客の大半は電車での移動となるので、西武鉄道が運送を一手に担うことになります。創設以来チームは10年以上も全盛期が続きますが、2004年に突如球団存続の危機を迎えます。
有価証券報告書への虚偽記載が明らかになったことで、球団オーナーである堤義昭氏が辞任。西武鉄道は上場廃止となり、株価は急落。一時はロッテと合併の話まで上がっていました。しかし、それ以降は地域密着へ方針を転換させ、球場への投資などを積極的に行い、観客を徐々に取り戻していきます。また、2014年には西武鉄道が横浜アリーナを子会社化することで、横浜アリーナの営業力を活用した西武ドームでのイベント誘致が可能となりました。また、2017年からは180億円規模のドーム周辺のボールパーク化も進められ、観客動員と西武鉄道利用者それぞれ増加することで、2023年には3年ぶりとなる黒字化に成功。特に純利益は阪神を抜いて1位、驚異的な躍進を遂げました。現在西武ライオンズは低迷を続けていますが、2024年3月期決算も黒字で着地しており、西武鉄道の地道な営業努力が実を結んだ形となっています。阪神電鉄の英断、巨人は敵であり恩人だった。阪神電鉄は球団経営より前に球場の建設に動いています。高校野球の人気に火がついたことにより、自社所有の土地へ高校野球大会の開催を目的とした球場と、それを中心としたレジャー施設の開発を画策し、1924年、阪神甲子園球場を設立しました。球場のそばには阪神本線甲子園駅が設置され、多くの人が利用しました。1935年より球団経営にも参画し、大阪野球クラブ、後の阪神タイガースを設立しました。本拠地は当然甲子園球場を使用しますが、高校野球開催時のみは遠征を余儀なくされています。創立以降、藤村文雄や吉田義雄、村山実、江夏豊、田淵光一などスターの登場で人気球団ではありましたが、チームの成績は安定しておらず、長らく日本一には慣れていませんでした。しかし、1985年にランディ・バース、掛布正幸、岡田彰布を中心としたニューダイナマイト打線が爆発し、見事初の日本一に輝きます。それ以降は再び低迷が続き、ダメトラと呼ばれる時代となりますが、星野仙一氏が監督となった2002年以降は息を吹き返し、現在でも強豪チームとなっています。ダメトラ時代でも巨人に次ぐ観客動員数を記録しており、阪神は根強い人気であることがわかります。長年ファンに愛されている理由は、他の私鉄球団と違いセリーグに加盟していたことが大きな理由だと考えられます。1949年に企業のプロ野球への新規参入申請が相次ぎ、次に新規加盟する毎日新聞に対し、加盟賛成派と反対派で2リーグ制に分ける話が持ち上がりました。当初は賛成派には私鉄企業を中心とした阪急、東急、ダイエー、南海、阪神の5球団がいました。つまり阪神はパリーグとなる可能性があったのです。しかし、ここで阪神は運命の分かれ道というべき一世一代の大選択をします。阪神は巨人戦というドル箱カードを逃すことを危惧し、本意し、私鉄企業として唯一セリーグへ残る選択をしたのです。当然、巨人と試合をすることでテレビ放映が増えるため、根強いファンの拡大につながりました。また、当時多く存在したアンチ巨人の受け皿としての役目も担っていたとも思われます。1955年からの高度経済成長期にテレビ中継をしたスポーツはメジャースポーツに成長しています。例えば巨人戦、大相撲、力道山のプロレスはテレビと共に成長したと言えるでしょう。テレビがついている巨人と行動を共にする英断が阪神人気を作ったと言えますね。しかし、そんな大人気球団阪神にも経営危機がありました。2005年、村上ファンドが阪神電鉄株式を買い占めて阪神を乗っ取ろうとしたのです。阪神タイガースが村上タイガースに変わってしまう可能性があったのです。星野仙一シニアディレクターは、村上に天罰が下る、タイガースという関西文化に手を突っ込んで牛耳ろうとしていると怒りをあらわにしました。阪神電鉄は阪急ホールディングスへ助けを求め、阪急ホールディングスが阪神電鉄を完全子会社化しました。
村上氏に司法の手が伸びて村上ファンドによる買収劇は避けられましたが、一難去ってまた一難、今度は阪急タイガースになるのではと危惧されましたが、阪急側は球団経営はすべて阪神に任せる方針を取り、阪神タイガースが存続することになりました。阪神のお家芸、内部のごたごた、監督人事への介入。阪神は企業力が強すぎるせいか、監督人事へもしばしば介入があるといいます。最も大きな例として1955年に監督就任した岸一郎が挙げられます。岸はプロ野球経験もない高校野球の監督でしたが、阪神宛に選手起用などについて自分を売り込む手紙を送り、それが阪神電鉄社長で球団オーナーでもある野田製造氏の目に留まったことにより素人監督が誕生することとなりました。しかし素人監督の下では選手たちの不満が鳴り止まず、わずか33試合で休養となりました。これは最たる例かもしれませんが、今でも経営陣のお気に入りを入閣させる悪しき風習がはびこっているようです。2023年に岡田彰布が監督に就任したのは阪急側の意向が大きかったようですが、その際ヘッドコーチに就任したのは阪神側が次期監督に推す平田勝雄であったりと、それぞれの思惑がぶつかり合っているように見えます。最近阪急阪神ホールディングス角和夫会長の退任の話が上がっており、今後の監督人事にも影響がありそうです。2001から2004年に阪神球団社長を務めた野崎克義氏は、昨年の岡田彰布監督の復帰は同じ早稲田大出身の角会長の意向だと言われているから、今後の後継監督人事の流れが変わってくると予想しています。阪急阪神統合の際、合併で経営形態が変わった際にセリーグから30億円の預かり保証金を払うよう要求がありましたが、阪急電鉄はその支払いを回避するため、タイガースは阪神電鉄に任せ、阪急電鉄は10年間は球団に口を出さないと誓約書を出しています。ただ合併から16年後の2022年オフに球団の独立性に変化が生じました。在阪の記者は言います。矢野明弘監督の後任に阪神球団は当時二軍監督の平田勝雄ヘッドコーチを推したが、角会長の鶴の一声で岡田監督に決まった。監督人事に阪急側が介入した初のケースと言われる。2022年12月には阪急出身者として初めて杉山武博氏が球団オーナーに就任、岡田監督をバックアップするためと見られてきた。そして岡田監督の後ろ盾となってきた角会長が今不祥事の矢面に立たされています。不祥事とは昨年9月傘下の宝塚歌劇団パワハラ事件のことです。さらにその記者は語ります。今年6月の株主総会で角会長の選任賛成率はわずか 57%、 角会長自身近々の辞任を示唆し、来年まではこの体制でと発言した。角体制の弱体化で監督任命権が再び阪神側に戻るとの見方が浮上しています。となるといよいよ平田勝雄政権が誕生するのでしょうか。今後の阪神の球団経営、監督人事に注目です。あなたは岡田監督は続投すると思いますか、それとも新監督が誕生すると思いますか。あなたのご意見をコメント欄でぜひお知らせください。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回も阪神の考察動画をお送りしますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。